たちはいつの日も時代が求める価値と真摯に向き合い、スバルならではの車作りを追求しています。スバルらしさとは何だろう、理想の車とは何だろう。私たちは6つの力でその答えを追い求めていく。それは大切なものを守る使命。チャレンジ、それは新しい自分との出会い。クオリティライフ、それはより豊かな生き方。それは分かち合える仲間。スマイル、それは満ち足りる瞬間。確かな安心を、夢中になれる楽しさを。私たちはこれからも独自の技術を進化させていく。車は人生を乗せるものだから。ニュースバルストーリー。皆様こんにちは、スバルブースへようこそ。私スバルスターズの渡辺美雪です。会場内たくさんの人でにぎわってますね。このステージではスバルが描く未来を実現するビジブルフューチャーコンセプトのすごいところを紹介していきます。お手伝いしてくれるのはビジブに詳しいスバルスターズ高橋さんです。はい、皆さんこんにちは、よろしくお願いします。早速ですが、こちらのビジブフューチャーコンセプトはスバルが目指す未来の安心と楽しさを形にした SUV なんです。これからビジブの魅力をどんどんご紹介していきますね。ビジブフューチャーコンセプトのここがすごい。はじめのここがすごいは、車がパートナーになってくれる。なんとビジブはドライバーの好みややりたいことを先読みして、いろんな提案をしてくれるんです。ではちょっとその機能をご覧ください。こんにちは。こんにちは、ビジブ。この前みたいに案内してね。明日おすすめの紅葉スポットを教えて。はい、うつら星高原はどうでしょう。明日は一日快晴で風も強くないので紅葉を楽しむのに最適です。付近にサイクリングコースもありますので一緒にいかがですか。サイクリング楽しそう。いいですね。高原までの道は山沿いのルートと海を見ながら走れるルートがあります。どちらにしますか。海を見ながらがいいかな。承知しました。海沿いのルートを設定します。目的地まではおよそ2時間です。明日は早く起きないと。楽しんできてくださいね。はい。明朝8時には車内を快適温度にしてお待ちしています。どうですか渡辺さん、ビジブはおすすめルートだけではなく観光スポットや天気予報などドライブに関するさまざまな情報をリアルタイムに取り入れ提案してくれる、とっ
ても頼もしい存在なんです。まさに車がパートナーになってくれるってことですね。そうですね。続いてのここがすごい、ドライブをもっと楽しくしてくれる、高橋さんお願いします。はい、ご説明いたします。スバル独自の水平対向エンジンをもっと小さく、もっと軽くしてモーターと組み合わせることでトップレベルの燃費を目指します。またモーターとバッテリーを前後にバランスよく配置して、タイヤに伝わる力もコントロールするので、より走りが安定するんです。なるほど、安心で楽しいドライブがますます進化したんですね。リジプのすごいところまだあります。続いてのここがすごい、ドライブをもっと安全安心にする、高橋さんお願いします。はい、ではこちらをご覧ください。ビジブではアイサイトに前方位レーダーや GPS、 そして地図データを組み合わせることで高速道路での自動運転を実現します。例えば渡辺さんが苦手な追い越しも声で指示するだけで OK なんです。また自動で車線維持機能が働くので、ドライバーはハンドルに軽く触れているだけでいいんです。アクセルやブレーキ、そしてハンドル操作までもアシストしてくれるので、とっても楽なんです。この機能のおかげで長時間の運転も楽ちん、出かけた先でも思いっきり楽しめちゃいます。ビジブってすごいでしょ。すごいです。そして最後のここがすごい、ドライバーを見守ってくれる、帰り道目いっぱい遊んで少し疲れてしまってもビジブが見守ってくれるんです。ちょっと疲れているようですね。近くのカフェに空席があるので少し休憩しませんか。こちらのようにドライバーの瞬きの回数や心拍数から疲れているのを感知して注意を促してくれるんです。いつも見守ってくれていて、とっても頼りになりますよね。はい、スバルが提案する未来のドライブ、楽しいことがもっともっと増えていきそうですね。以上、スバルが描く未来を実現するビジブフューチャーコンセプトのここがすごいのコーナーでした。皆様いかがでしたでしょうか。スバルらしさとは何か、理想の車とは何か、それは安心と楽しさが生まれる瞬間を皆さんにご提供することだと考えています。変わらない情熱を胸に次のステージへ向けて、私たちスバルは挑戦を続けてまいります。それではこの後もお時間の許す限り